皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、怖い話詰め合わせパート1をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、エスカレーターの悲劇。イトーヨーカドーに買い物をしに行った日のこと。その日はネットでプラモデルの特売をやっているとの情報を得たので、急いで向かった。息を切らしながらもせこせことその場所を探し余裕でゲット。ニコニコしながら、さて帰るかー、なんて鼻歌混じりにエスカレーターに乗る。これが悲劇の始まりで、子供の頃からの癖で、足をエスカレーターの手すりの一番下の足元に引っ掛けて、ズ、ズズ。と引きずりながら降りていくのが楽しいんだよね。でもいつもと違ったのが、足を揃えていたこと。わかりやすく言えば、足で三次を再現した感じ。左足はまっすぐで、右足を若干浮かせた状態で、右90度にして擦らせる。これをやった瞬間に、足首に激痛が走った。右足が引っかかりすぎて、思い切りエスカレーターに持っていかれてる。どけようと一瞬で判断したが、左足が接近しすぎて、動かすことができなかった。そんなことに焦ってる間に、右足はどんどんひねられてた。90度から100、100度から110。その瞬間に、周りにも聞こえたんじゃないかっていう。ボキって音と激痛。声にならない。なんて感じで、口から多分よだれとか垂れてたと思う。見ると、右足首がおかしな方向に向いていることに気づき、吐き気がした。でもまだ止まらない。まだエスカレーターは右足をひねった。どんどんひねられる足首。まだ激痛は終わらない。無理にひねられ。神経がプツプツと切れる音と激痛がした。梱包のプチプチを潰したような音が一瞬に何回も。最後に聞こえたのは、バチーンってでっかい音。話で聞いたことはあるけど、アキレス腱って切れたらすごい音がするらしい。すぐにアキレス腱だって思った。ひねられるのが終わった頃には足首は逆を向いてた。今思えば人の皮の柔軟性にも驚いたけど、足首は腐った果実みたいにブラブラしてて、次第に真っ赤になって紫になって、3倍にも4倍にも腫れて、俺は救急車に揺られていった。第2話、夏合宿の夜。別に死ぬほどな怖い話じゃないけど、思い出したので一つ。私が高校1年の時、ダンス部に入ってたんです。この部活の教員が女の人だったんですけど、とにかく気に入らない部員は、自分から退部するまでなじる人でした。かく言う私も、3ヶ月で泣きながら辞めました。で、夏には地獄の合宿があったんです。確か長野だったかな。1日目にバスで着いたら、速攻着替えてダンス練習です。昼頃着いて速攻ですから、5、6時間ぶっ続けで踊るんです。お風呂、夕食は1日目ですから、みんなではしゃいで楽しくすぎました。寝る前にミーティングで明日の課題を言われて、自分たちの部屋へ帰ります。部屋からミーティング室まで離れてまして、しばらく外を歩くんです。その途中、私とは違う部屋の部員の1年生の子たちが、おじさんに何か聞かれてました。妙に思ったんですが、さっきの課題のおさらいがしたかったので、そのまま部屋に帰りました。そのおじさんは結構髪は黒くて、背が175くらい。ちょっと中年太りのお腹が浴衣からぽっこりしてる体型で、50歳くらいでした。なんかニタニタしてて、
生理的に嫌いな感じでした。とりあえず部屋に帰ってきた私は、鏡の前でおさらいをしました。しばらくして先輩たちも帰ってきて、寝る前に少しおしゃべりをしました。真っ暗がダメな人がいたので、薄暗がりの中、布団でうとうとしていると、今日の疲れもあり、いつの間にか眠りに入っていました。ふと目が覚めた時、先輩たちが携帯を片手に、何やら騒いでいました。寝起きで私は状況がよくわからず、しばらく寝ぼけた頭でぼーっとしていました。先輩の一人はしきりに、今から先生が来る、と言っていました。先輩は先生が来る前に携帯をカバンにしまって、真剣な面持ちで待機してました。少ししてコンコンとドアをノックして、本当に先生が入ってきました。先生は、今さっき、〇〇のところに不審な男の人が入ってきたらしいの。あんたたち、部屋の戸締まりをしっかりして、一年生を見ててあげて。それを聞いた瞬間、血の気が引きました。同時に、小さい悲鳴を上げている私がいました。違う部屋の先輩を、仮に R 先輩とします。R 先輩とその部屋の部員たちは、頭を部屋の真ん中に向けて、川の字で寝ていたそうです。部員は7人。ふと R 先輩は、夜中に外の些細な音で目が覚めたそうです。その部屋は防寒用に作られた部屋のため、閉め切っているととても暑かったので、窓を開けていました。すると小枝と枯葉が擦れて折れる音が近寄ってくるので、R 先輩はじっと窓側を見ていたそうです。うっすらと夜の黒とは違った影が覗いていました。ですがすぐに通り過ぎたので、R 先輩は、なんか感じ悪いなぁ、こんな夜中に、くらいにしか思わなかったそうです。さらに5分ぐらいしたでしょうか、またあの影が窓を通りました。しかし、今度は窓に足をかけて、入ってきたのです。肝が座っていると言われる R 先輩ですが、さすがにそれには正直ビビったようで、声が出ませんでした。黒い男はゆっくり音を立てないように、静かに R 先輩の近くに寄ってきました。そして、R 先輩と1年生の間に入るように添い寝をしてきたのです。状況が状況なだけに、先輩はしばらくじっとしていました。男が添い寝している1年生は、うちの部で一番可愛い子でした。男はその子を覗き込んでいました。R 先輩もだいぶ落ち着いてきたので、男の頭をつかみ、誰?と、大声で叫びました。部員たちの悲鳴が聞こえた瞬間、男は窓から逃げていったそうです。私たちは叩き起こされた後、荷物をまとめて大きな部屋に移りました。夜が明けて、夏合宿は中断。2日目にはみんな家へ帰りました。帰りのバスで、私の隣はあの覗き込まれていた女の子でした。彼女は爆睡していて何も覚えてないようです。部員のみんなも私も、彼女の首に小さな内出血があることは、口にしませんでした。第3話、認識を変えた体験。霊感の強い友人曰く、霊は生前の記憶を繰り返すだけの残像のようなもの、なのだそうだ。とある踏切に、いつも中年のサラリーマン風の男が立っている。焦点の定まっていない目と、正気を感じない表情から、一目見て霊だとわかったらしい。ぼんやり見ていると、警報が鳴り、そこへ通過する列車が、あっと思う間もなく、踏切内へ飛び込む男。ぐちゃぐちゃに潰される音。メリメリって感じの、
生木を裂くような音に聞こえるんだそうな。何事もなく、通過する列車。誰も男が惹かれたことなんか気づかない。見えてないだろうからね。翌日も同じ時間に同じ男がいて、列車に飛び込んでゆく。これを何度も延々と繰り返している。だから10年近くも同じ光景を目撃し続けていたらしい。さすがに習慣化してしまうと、最初に見た頃の恐怖なんてなくなってしまうだろう。ある日いつものように出勤時間、その踏切を通過した時のこと。なぜか後ろが気になって、踏切を振り返ってみた友人は、恐怖で度肝を抜かれてしまった。いつもなら列車に飛び込むだけの男が、まるでビデオテープの早回しみたいな感じの不自然さで、ゾロゾロゾロって歩いてきた。そして、なんで止めてくれないんだ、って一言。霊は記憶を再生するだけの残像という認識は、その日からなくなったそうだ。イレギュラーな事態に遭遇して、その日はかなり取り乱していた。第4話、巻き戻ってる。私が友人たちと経験した話を聞いてください。ある日入院中の A を、僕と B と C、D、E、F の5人でお見舞いに行ったんです。まあ、いつも通り楽しい時間は過ぎていったんですが、急に C が黙ってぼーっとし始めたんです。俺はどうしたんかなとは思ったんですが、場が冷めると嫌だったのでしかとして、みんなと盛り上がってました。C はみんなで盛り上がってる中、いきなり文字じゃ表せないような叫び声を発しながら震え始め、汗がだらだら顔を伝ってました。巻き戻ってる、巻き戻ってる。みんなポカンとした顔で C を見つめます。とりあえず C を落ち着けて話を聞くと、途中で話してる内容、行動すべてが、ビデオの巻き戻しみたいに巻き戻ったそうです。会話は逆回転になり、暗号を喋ってるようになり、水は下から蛇口に吸い込まれていったそうです。第5話、助手席に乗ってるもの。小学5年の時の話。当時鍵っ子だった私は、人の気配のない家に帰るのが嫌で、いつも追い出されるまで学校に残っていました。9月のある日、時間は18時少し前だったと思います。まだまだ明るい通学路を、一人取り残されたようにとぼとぼと家路に向かっていると、前方から、白いワーゲンが走ってきました。同級生のお母さんの所有している車です。当時まだ外車が珍しかったので、よく覚えていたんです。私は車に進路を譲ろうと道の端に寄りました。右側を通行していたので、ワーゲンの運転席より、助手席がよく見えました。運転席のお母さんがにこやかに頭を下げてくれるのを視界の隅に捉えながら。でも、私の目は、助手席に乗っていたそれに釘付けになったんです。それは確かに人間でした。質感も外見も、作り物では出せないリアルさを持っていました。ただ、形がありえない。詳細を書くことは少しためらっています。理由は後で、通り過ぎていくワーゲンを見ながら、今のものに説明をつけようとしましたが、できませんでした。ふと前方を見ると、同じ通学団の後輩が友達と歩いています。急いで走り寄って、ねえ、今の、と言いかけると、彼らは顔を見合わせて声を落とし、こう言うのです。あれ、死体だったよね。この話は実体験だけに、いろんな人に話してきました。
高校生の時に仲間内で盛り上がったのも、そんな軽い気持ちから、なのに翌日、その仲間の一人がそっと耳打ちしてきたんです。ねえ、私も見ちゃったよ。具体的に書いてないから、伝染はしないと思うんですが、見ちゃったらごめんなさい。第6話、参列者。これは俺が高校生の時に、おじの葬式に行った時の話。2、3年前から寝たきりだったおじが亡くなってしまい、俺はおじの家に葬式の準備をするために、母親と親父と3人で行った。時間は朝の8時。俺が座布団や花や線香の整理など、準備をしていると、人が一人、また一人と次々に入ってきた。だいたい30人くらいかな。もうそんな時間かと思い、昨日の晩母に教えてもらったように、亡くなったおじの横に座り、来た人にお辞儀をしていた。ふと今の方を見ると、母と父がテレビを見ていた。何のんびりしてんだよ。人いっぱい来てるよ。と、慌てて言いに行った。すると母は、何言ってるの？葬式は11時からよ。ほら、まだ誰もいないじゃない。という。そんなはずはないと思い振り返ってみると、30人近くの人が、全員俺の方を真っ白な目で見ていたのだ。これは夢だと思い、目を閉じて祈って、もう一度目を開けると、消えていた。なんだやっぱり気のせいかと思い、亡くなったおじの横に行くと、そこには30本ほどの線香が差してあった。第7話、季節外れ。数年前、実家の田んぼ道を夕方チャリで走ってたら、進行方向からセーラー服着た女子中学生2人組が、チャリにケツで走ってきた。なんとなく寒気がしたよ。そして近づくにつれ、やばいことに気づいた。こんな狭い道でこいつらとすれ違うのか？やばい、やばすぎると死ぬほどビビった。でも一本道、覚悟するしかない。そしてすれ違った瞬間、助けてくれる。って聞こえた。耳からじゃなくて脳にダイレクトに聞こえた。その瞬間、聞いたことない奇声と笑い声が後ろから聞こえた。俺は必死で走ったよ。とんでもないスピードで田んぼを駆け抜けたよ。とにかく一本道を500メートルほど走った後、振り向くと、鬼のような形相の女子中学生が、奇声上げながら追いかけてきた。もうそこから記憶にないよ。気づいた時には実家の居間の隅でガクブルしてた。なんで、やばいって思ったのかっていうと、その時の季節は真夏でした。でも女子中学生は、マフラーつけて長袖着てました。第8話、老人の目。20代の頃、夕方原付で広い公園のような墓地に遊びに行った時のこと。暑い夏のお盆の時だった。もう日が暮れて暗くなりかけた時、なんとなく墓石がたくさん並んでいるところに目をやった。そしたら墓と墓の間に、浴衣姿をした中年男性と老人が立って、何か雑談している。しかし半透明で姿が透けている。三人いた。そしてその三人は、私の方をじっと見てきた。私はそのうちの一人の老人と目が合ってしまった。老人の目はシャレ神戸のようにガランドーだった。その瞬間恐怖を感じてしまい、絶対目を合わせてはいけないって本能的に感じ、目をそらした。その着物姿の透けている人たちは、墓と墓の間を瞬間移動していた。なんていうのか、一瞬消えて、
数メートル先に現れたりしていた。これだけはっきり見たのは初めてだった。恐怖でいっぱいになり、すぐさま家に帰った。第9話、好奇心が高じて。ちょっとぶっちゃけたいので、携帯だから読みづらかったらごめんよ。俺が5年くらい前に体験した話。その頃ほんのろビデオが俺らの中で流行り、見てるうちに友達 A が、実際目で霊を見てみたいと言い出した。俺はあんまり乗り気じゃなかったが、結局今度霊感の強い後輩 B を連れて、改めて行くことになった。後日夕方 A の車で、4人で地元の心霊スポット巡りをしたのだが見られず、ちょっとだけヤバめのスポットに行こうと、半分 A のわがままで決まった。場所をサイトで調べ、その通りにタバコの自販機を曲がり林を抜けて、砂利道を通り、しばらく探したのだが見つからない。おかしいなと思いつつ、その辺をぐるぐる回っていると、B が、何かあそこの林、怪しくないですか?という。そこは北砂利道を曲がった先にあるのだが、車も入れない狭い農道の先なので、車を止めて見てみた。B がまた、やっぱりあそこ怪しいですね。ちょっと A さん、行ってみませんか?と言って、A を連れて見に行った。残った俺らがしばらく車の中で喋っていたら、A が向こうの森の前で、こっちに来るように俺らに手招きしていた。半信半疑で車を降りようとすると、A と B がこっちに向かって猛ダッシュしている。わけがわからず、俺は A に、見えたの?と聞くと、それを遮るように B が、やばいです逃げましょう。というので、みんなで車に飛び乗った。B に、どうしたの?と聞くと、慌てて、後ろからも矢のようなものが追ってきますから、早く車を出してください、と、叫ぶ。A は車を急発進させようとしたのだが、なぜか車を上からものすごい力で押さえつけられているかのように進まず、砂利道にエアロを引きずりながらなんとか車を出し、砂利道を出て林を抜け、北道を逃げるように戻った。そこはあまり覚えてないが、ちょっと離れてから A が、見えたよ、よかったー、みたいなことを嬉しそうに言った。その横の助手席で、はじめは顔が引きつり固まっていた B が、とりあえず明るくて落ち着くところに行きたいというので、ファミレスに飯を食いに行った。ファミレスでも B はあまり喋らず黙っていた。ファミレスを出ると、駐車場で B が車を見ていた。どうかしたのか、と聞くと、車の後ろ側を指さしたので見てみると、車の後ろの方の両側に、やけに指が長い手の跡が残ってた。そして B は、自分の家に行きましょうと言った。B の一家は霊感が強く、ちゃんと厄払いしてるから安全らしい。それから B の家に着くと、言われた通りに塩で車と俺らを清めてから家に上がった。B の部屋に着くと、B はカーテンの間から外を見て、今日見たものを語り出した。最初にあの森を見た瞬間に、木の隙間から着物を着た女の人がこっちを見ていて、A を連れて見に行ってみた。その先には霊が2、3体いて、A は B の肩を触ることでそれらを見ることができた。二人で見ていると、一体がこっちを向いて近づいてきたので、もうダッシュで逃げたら、それらがもやのようになり追ってきて、さらに次第に赤くなってきたので、追いつかれたらどうなっていたかわからなかったと言われてゾッとした。その後車で林を逃げる時にも、林の中から白い男が上から睨みつけていた。そしてファミレスまでの道で固まっていたのも、B
B は金縛りにあっていて、目だけで運転してる A を見ると、A の横に白い顔があって、怖くて何も言えなかったという。2、3日後、A から電話があり、何やら元気がないので話を聞くと、夜寝てる時に金縛りにあって、引きずらないで、痛いよ。という声が耳元で聞こえてきたらしい。その後やっぱりあの日の4人で謝りに行くことになり、花と酒と線香を持って昼に行った。あの時とは全然違ってただの森に見えたが、森を進むと奥には草原が広がってて、その手前に大きな石が立て祀ってあった。そこで全員で謝り、帰ってきた。帰りの車の中でわかったのだが、祀ってあった石の横に白い女がいて、こっちを睨んでたのを全員が見てました。長く雑な文章読んでくれてありがとうございます。あんま怖くないかも、俺らにとっては当時かなりシャレになりませんでした。あの後もう1回ちゃんとした寺で清めてもらったので、読んでも大丈夫だと思います。第10話、無理。昔先輩から聞いた話。先輩のゼミの友達が事故に遭って ICU に入って、お見舞いに行ったりしてたらしいんだけど、そうこうするうちにその友達は亡くなってしまった。先輩は他の友人とお通夜に行き、亡くなった友達の家で線香をあげてたら、電車がなくなったので、友達のお母さんが空いてる部屋に泊めてくれたそうな。数人で寝ていると、その先輩は金縛りにあって、何やら部屋の中を何人もの人がぐるぐる歩き回っている気配がしてきた。もちろん実際に誰かが歩いているはずはない。その様子に何とも言えない恐怖を感じて、怖いもの知らずの先輩も、たまらず泣き友人に助けを求めた。怖いよ、頼むよ、マジなんとかしてくれよ、と。すると耳元で、泣き友人の声がはっきりと聞こえた。無理だよ。だって俺がやってんだもん。第11話、出られない。俺の友人の話なんだが、一人称で書きます。細部のツッコミはなしでよろしく。学生時代、あるお墓の近くを毎日通って学校行ってたんだけど、ある日を境に、墓の前に来ると、墓の方が気になって気になってしょうがなくなったんだ。あんまり何日も続くので、連れ3人に話してみた。するとそのうちの一人が、俺もなんかおかしいと思ってた、と言ってきた。気のせいじゃないなということで、帰りに4人で調べに行こうということになった。着くと、やはり何かを感じる。いい悪いはわからない。気のせいとも取れるような、微妙な感覚だ。感じる2人と感じない2人は、墓の奥へ入っていく。その墓は小高い丘になっていて、下から上へ、峠道のようにくねくねしながら一本道を上がっていく構造になってる。頂上には寺があって、境内や鐘がある。微妙な感覚のまま、寺に向かって坂を上がる。他二人は遠足気分ではしゃいでる。30分後、ついに寺に到着。特に何もない、境内の湧き水を飲み、顔を洗う。もし何かあっても、霊能者でもない自分には何もできないんだし、これでよかったんだと思い、みんなには気のせいだったと言って引き返すことになった。はしゃいでる二人は相変わらずで、競争だと言って、坂道を全力疾走で下り始めた。もう一人特徴しながら見送る。帰りも下りの一本道。奴らが待っててくれれば数十分後に追いつくはずだった。
入り口の門まで来ても奴らはいない。なんだよ先に帰ったのかと思い、携帯へ連絡するも二人とも普通。しょうがなく二人で飯食って帰ることにした。翌朝にまた墓の前へ来ると、奴ら二人が倒れている。驚いて近づき、声をかけると、ああ、と、声にならない悲鳴を上げた。飲み物を与え、落ち着いたところで話を聞いた。二人は寺の参道沿いに競争しながら下っていった。ところが徐々に差がつき始め、遅れている方がショートカットのため、参道脇に連なる墓の間を縫って、直線的に門へ向かった。それに気づいた方も同じ手を使った。が、その後に迷ってしまったという。ありえない。歩いて30分で踏破できる山なのだ。直線的に降りたのなら、10分程度で降りられるはずだ。奴らは声を合わせて言った。門がなかった、と。行けども行けども高い柵に囲まれ、ついに出られなかったというのだ。調子よく直線的に下ってきたはいいが、一番下まで来て、門を見つけられなかったというのだ。柵の範囲は直線にして1キロくらい、端から端まで歩いても、5分くらいの門だろう。なのに奴らは一昼夜さまよい続け、疲れて眠っているところを俺に起こされたのだ。さらに不思議なのは、二人は同じところに寝ていたのだが、俺に起こされるまで、誰にも会えず、ずっと一人でいたのだという。こいつらはしてはいけないことをしたのだろう。感じていた気配は、特に何かをするのではなく、常にこの場所を讃えているエネルギーだったのではないかと思う。俺は嫌がる二人を連れて寺まで行き、住職に事情を話した。住職には説教されたが、今日もあげてくれた。その後墓の掃除を命じられ、おそらく走って荒らしたであろう墓の周りを、学校をサボって掃除した。夕方近くまでかかったが、帰る頃には、気になっていた感覚が少し変わっていることに気づいた。翌朝も、通った時の感覚が、前のような違和感ではなくなっていた。これを気に強く思うようになったのは、肝試しと称して墓へ行ったり、心霊スポットなどと言われるところへ、面白気分で行くことは、決してしないことだ。俺は霊感があるということで、ちょっとした霊能者気分でいた部分もあった。なんとかできるのではないかと、錯覚していた。はっきり言う。人間では何もできないことを知るべきだ。理解も常識も超えた力はある。証拠はない。否定もされるだろうが、痛い目を見てからでは遅い場合もある。第12話、自分の名前で検索。自分の名前で検索をかけてみた。すると十数件、同姓同名の人たちが検索に引っかかった。研究者や会社の経営者、同じ名前でありながら、全然別の生活をしている人たち。その中に、〇〇のページ、というホームページがあった。それはプロフィール、BBS だけの初心者が作った感じの、よくある個人のホームページだった。プロフィールを見ると自分と同じ年であり、趣味などもよく似ている。BBS などを見ると、常連っぽい人が5、6人いるらしく、この手のホームページとしてはまあまあ流行ってる感じだった。なんとなくお気に入りにして、時々見るようにした。しばらくすると、コンテンツに日記が増えた。日記は、まあその辺のサイトによくある、内容の薄い日記だ。今日は暑かったとか、日本がサッカー勝ったとか、そんな感じの。ある時、
日記の内容が自分の生活とよく似ていることに気づいた。初めに気づいたのは野球観戦に行った時だ。その日、そのサイトの管理人も同じ球場に行ったらしい。その時はもちろん偶然だなとしか思わなかった。球場には何万人もの人間が行くのだから。次の日の日記は、会社でミスをしたことについて書いてあった。私もその日会社でミスをして、少々落ち込んでいた。次の日もその次の日も、よく見ると日記の内容はまるで自分の生活を書かれているようだった。大半は、カレーを食べたとか、CD を買ったなど、大した偶然ではない。しかしそれが何ヶ月も続くと、さすがに気味が悪くなってきた。ある日掲示板を見ると、常連たちが管理人の誕生日を祝っていた。その日は私も誕生日だ。それでいよいよ怖くなってきて、初めて掲示板に書き込みすることにした。しかし書き込みをしようとしても、名前や内容を書くところに文字が打てない。いろいろやってみるが、書き込めないどころか文字すら打てない。おかしいな、と思っていると、あることに気づいた。それは掲示板ではなく、ただのページだった。つまり一人の人間が掲示板っぽく見せかけて作った一つのページだったのだ。一体何のためにこんなこと？と、すごく怖くなり、管理人にメールを打った。はじめまして。私はあなたと同姓同名の人間で、よくこの、と、当たり障りのないメールだ。そして次の日そのページを見ると、すべて消されていた。メールボックスには一通、見つかった、という返信があった。第13話、おばさんが飼っていたものとは、家の近所に、主婦用の傍ら手相もしているというおばさんがいた。お狐様のお告げと称するその占いは、なかなかよく当たると評判で、遠方からも少なからず人が訪ねてきていたようだが、そのおばさんは決してその占いを商売にしようとはせず、謝礼なども頑として固辞し続けていた。そんなおばさんの人柄を頼って訪ねてくる人も多く、おばさんの家からは、常に誰かしらの声が聞こえて賑やかだった。ある日、そのおばさんが家の中で惨殺されているのが発見された。たまたまその日は珍しく客もおらず、翌日訪ねてきた近所の主婦が、遺体の第一発見者となった。その主婦の証言と警察の見聞によると、おばさんは普段占いやお客さんをもてなすために使っていた応接間の真ん中で死んでいた。家の中は特に荒らされた様子はなく、金銭が取られた形跡もなかった。しかし体の前半分が、鋭利な刃物でえぐり取られるという凄惨な殺され方だったそうだ。ただ不思議と血はあまり飛び散っていなかったそうである。もう一つ奇妙なことは、おばさんの周りには無数の、何か獣の毛が落ちていたということだ。おばさんはどちらかというと、生き物の類が苦手なたちで、おとなしい小動物にすら決して近づこうとしなかったほどだった。そんなおばさんだから、当然生き物など飼っていなかったし、過去に飼っていたという話も聞かない。ところが、警察のその後の調べで、おばさんの家の2階の押し入れの中に、生き物を飼っていた形跡が発見されたのである。その生き物によって殺されたのではないかと疑う動きもあったが、ああいった風に人間を殺すのであれば、相当の力と体力を持った、例えば熊か、そういった猛獣でなければ無理であるとのことだ。当然、
民家の押し入れに隠して育てられるような類の生き物ではない。では一体誰が？結局事件は判明球入りとなってしまった。身内が少なかったおばさんの家は、ほどなくして売りに出されたが、そういった事件の影響もあってか、なかなか買い手がつかなかったという。長い間その家は放置され、荒れ放題となっていたが、やがて取り壊され、とうとう更地にされてしまった。そして、どういう経緯かはわからないのだが、更地になったその場所へ、数年前お地蔵様の祠が建てられることとなった。今は完全にお地蔵様の広場となったその場所で、今年も地蔵盆が催される。第14話、木箱の中身。これは先輩の友人が体験した話だ。その友人にはまだ10代の妹がいた。妹は高校中退した後、ふとしたきっかけでホスト遊びにはまり、ちょっとした借金ができたそうだ。そしてお決まりのコースよろしく、相手のホストから闇金を紹介され、風俗勤めすることになった。けれど彼女は3日と持たず、切羽詰まって、家の金に手を出したという。もともと実家は土建屋をやっていて、バブルの頃は羽振りも良かったそうだが、その頃にはかなり経営も行き詰まっていたらしい。金を使い込まれたことがきっかけになり、親の会社は不渡りを出し、ついには倒産したそうだ。住んでいた土地も追われ、一家離散。彼女は自分のしでかしたことを、自殺することで償った、というか逃げ出したのかもしれない。妹思いだった兄は、深い悲しみが激しい憤りへと変わり、闇金を紹介したホストに復讐することを誓う。ただ、失意の両親をこれ以上追い詰めるような真似だけはしたくない。そこで先輩に相談したところ、ちょっと怖い思いをさせてやるかとなったそうだ。ある日の朝早く、酔っ払って店を出るホストを待ち伏せして、先輩ら3人でさらったそうだ。車のトランクに押し込み、連れて行ったのは山奥の廃墟になったモーテル。荒れ果てた一室に、手錠をかけたままのホストを監禁。先輩の友人はあらかじめ準備していたものを取り出し、ホストの前に置いた。この写真の女の子を覚えてるな。それは亡くなった妹の家だった。〇〇はお前に詫びてもらうまで成仏できないって、夜な夜な枕元に立つんだよ。家の横に白い布で包んだ木箱を並べる。一日かけて謝れ。今夜枕元に出なかったら迎えに来てやる。この話がどこまで本当なのか、先輩はわからなかったという。ただ、喉の渇きを訴えるホストに、その友人は自らペットボトルの水を与えたそうだ。その姿は本当に妹に詫びてほしいように見えたらしい。翌朝明け方に3人で集合し、再び山奥の廃墟へと向かった。みんなかなり緊張しながら、部屋のドアを開けると、そこはもぬけの殻だった。手錠は片方が洗面台の配管にかけられていて、体の自由は効かないはずだった。それでもおもちゃの手錠。釘一本で簡単に開けられるのかもしれなかった。財布や携帯は取り上げてあったが、モーテルの目の前は旧道。まばらとはいえ、地元の車の往来はある。逃げやがった。先輩らは周りを探すのを諦め、車に戻ることにした。その友人は家を脇にして、両手で木箱を持つと声を上げた。え？なんだこれ？木箱の中に骨壺が入っているものだと、先輩は思っていたそうだが、違ったそうだ。
先輩と友人が間近で確かめようとすると、鼻をつく異臭がしたという。傍らにあった木の枝でつつくと、それは干からびたミイラのように見えた。これって胎児じゃねえのか。先輩と連れが顔を見合わせていると、震える声で友人が言ったそうだ。妹はあいつを連れてったのかもしれない。二人がゾッとして友人を見ると、さらに言葉を続けた。遺書に書いてあった。あいつと子供と三人で暮らしたかったって。後日先輩が語ったのは、多分その友人がホストを殺したんじゃないか、とのことだった。先輩もその友人と連絡が取れなくなって数年経つという。第15話、自分の末路。15年ぐらい前の話。ちょっと愚痴も入るけど勘弁。俺は大学出てから昔から自分がやりたかった仕事にはつけず、結局、たまたま募集されてた営業の仕事に就いた。それでもそこそこ大きい会社だったから、友達とかには羨ましがられたりして、俺も悪い気はしなかったし、やる気もそこそこあった。それで初出勤の日だったんだけど、俺の上司にあたる人と、会社内の挨拶回りに出てたんだ。メインのオフィスがいくつかあって、慣れないながらも頭下げてたんだけど、一人、目につく人がいた。40代ぐらいの男なんだけど、やたら頬がこけてて、髪は、その年代にしては白髪が目立つ感じで、ふらふらしながらコピー機の前で立ってる。自分は上司と他の人に挨拶しながら、なんとなく気になり、その人を横目で見ていた。で、いよいよその人のところに向かうのかと思ったら、上司はその人を無視してオフィスを出ようとするわけ。あちらの方はいいんですか？って聞いたら、あちらの方って？と、怪訝な顔をされた。いや、あのコピー機の前の。って言って、その人の方を向いたら、誰もいない。オフィス中見回したけどどこにもいない。上司に、おいおいしっかりしてくれよ。って笑われた。俺は、まあいずれ挨拶できるだろう。って、その場はとりあえず曖昧に流して、他のフロアに行った。でもその人とはそれっきり出会うことはなかった。俺も、お客さんか外部の人かと思ってすぐに忘れた。それで3年ぐらい経って、俺も会社に溶け込んだ頃、その当時は毎日の残業とか当たり前で、しかも残業手当なんて出なかった。俺もほぼ毎日残されてかなり参ってた。でもまあそういう時代だったし、その日も0時ぐらいまで、明日の中間報告のための書類を作ってた。もう少しでできるって時に、一緒に残業してた二人が帰って、俺がオフィスに一人きりになった。いつもは0時過ぎまで誰かいるからかなり珍しかった。なんか気が抜けて、俺は一生この会社でやってくのかなって、センチな気分になってた。その後集中が切れたから、トイレに行った。小便器に向かってぼーっとやってたら、後ろの台の方の扉が、キーってなったような気がした。振り向いてみたら、誰かが個室の中に立ってたんだ。思わず、うわ、って声が出て、その男の顔を見たら、あの男なんだよ。新入社員の頃に見た、顔色の悪い中年男。でもパニック状態だったし、すいません。ってもごもごしてたら、ふと、その男の左胸に目が止まった。ネズミ色のスーツなんだけど、プラカードがついてて、部署名とか役職とかが書いてるんだけど、名前が俺の名前だった。名字と名前が一緒で、
ついでに部署も同じ。役職は今の俺よりかなり上。で、改めて顔見たら、変な話だけど、俺がこのまま老けたらああなるだろうなって顔なんだよ。それで何回か瞬きしてるうちに消えちゃった。腰抜かして、半分泣きながら会社出たよ。それでその後一年して転職した。なんでかっていうとさ、その男、目がうつろで落ちくぼんでて、首にぶっといロープの跡があったんだよね。それってさ、つまり俺が前の会社にいたら、ああなってたってことじゃないかな。疲れすぎてて幻覚を見たって説明の方が現実味があるけど、俺は転職して正解だったと思ってる。給料は下がったけど、命には変えられないでしょ。第16話、三角石。私の家にはオカルトな話などないと思ってたけど、さっきおばあちゃんから面白い話を聞いた。私の家には昔から、三角錐型の、30センチくらいの石が祀ってあった。それはおばあちゃんが嫁に来た時にはすでにあったらしいので、85、6年もあることになる。かつてこの家の当主、つまり私のひいおじいさんだが、原因不明の病に伏せっていたそうだ。夜になると苦しくて寝られなくなり、昔だから、狐つき、とか言って、あちこち祈祷師を探して歩いて、近所のいた子に見てもらったらしい。そしたら、家の庭にある一位の木の根元に、三角の石が埋まってるから、掘って拝みなさいと。ズバリだったそうだ。氷山の一角よろしく、先っぽが出ていたらしい。昔ここは桑畑で、こんなでかい石があるのは不自然。果たしてじいさんの病気は徐々に良くなったそうだ。ばあちゃんが、そういえば昔石集めが好きだったひいじいさんが、かっこいいからって、三角の石勝手に持って帰ってきたなぁ。図工、なんだ自然にオカルトパワーで湧いて出たんじゃないのか。私の中でオカルト度がダウンした瞬間だった。いた子はすごいけどね。その後例の石の裏側を何気なく見たら、硬貨が2枚挟まってる。手に取ってみると、一銭だった。大正8年と11年。今生きてるじいさんと、その弟の生まれた年だ。これは偶然、でも意味がわからない。第17話、過保護。私には小学校の頃からの親友がいます。お互い4人兄弟。お互い末っ子。お互い母子家庭。同じクラスで同じ団地で、成人してもお互い結婚して子供ができても、仲良くしてました。私のすぐ上の兄とは、7歳離れていまして、親友の一番上のお姉さんと兄が同い年。なので、母は親友兄弟を自分の子供のように可愛がってました。その親友の長兄が、母に、家を出たい。自分の母親の束縛から離れたいと相談してきて、母は、資格も学歴もないんじゃどこも務まらない。それだったら自衛隊に行って体を鍛えて、資格取っておいでと、計算を励まし、自衛隊を勧めました。おばさんからは、何か散々文句言われたらしいけど、母は、計算の決意を信じなさい。とだけ言っていました。前置きが長くなってすみません。自衛隊を任期終了まで終えた K さんが自宅に帰った途端、おばさんがかなり束縛、過保護、過干渉をしまくりで、うちの母とも接触させず、K さんはおばさんの恋人の仕事の手伝いをやらされて、監視体制を強いられていました。次第におかしくなる計算。メンヘラになり、
私の母に会いに来た時、別人のようになっていましたが、母には、おばさんに会えて久しぶりに笑えたよ。今度女の子連れてきていいかな、と、実に幸せそうに言ってたそうです。母が、恋人なの？いいわよ、連れてらっしゃい、と言ったら、顔を真っ赤にして、そんなんじゃないけど、同じ病院で出会った子なんだけど、とてもいい子なんだよ、と、はにかんでいたそうです。しかしそれから全然連絡もなく、母も私も、いつ頃来るかね、なんて言ってた、ある日曜日のお昼。母が、今誰か庭にいたと、私の部屋に来ました。私の部屋から庭を見たとき、黒いヘルメットで黒い革ジャンを着た人が歩き去って、消えました。何だったんだろう？と、母と話し合った次の日、母が仕事中の私の携帯に電話してきました。K が自殺したって、おとといの夕方だって、団地の自室で、首を吊った状態でおばさんに発見された時には、まだ息があったそうなのに、おばさんはただどうしていいかわからずに放置して、恋人に電話して恋人の指示で警察に電話した、という話でした。自殺の原因は、おばさんの過保護と過干渉で、恋人になりかけていた女の子との交際を反対された農夫に、だそうです。黒いヘルメットと黒い革ジャンは、K さんの部屋にあったと親友から聞きました。死んだ翌日になってお別れの挨拶に来るぐらいだったら、どうしてうちに逃げてこなかったのかしら。悔しい。と母は泣いてました。おばさんは団地を追われ、親友が結婚して構えた家に引き取られましたが、親友は、母さんがお兄ちゃんを殺した。と、今でも恨んでます。母は、K の姿はここにはないから、無事に旅立ったみたい。と言ってました。あまり怖くなくてすみません。第18話、消えた10円玉。去年の夏の話。こっくりさんしない。最初に言い出したのは、確か好奇心旺盛な怖いもの知らずの J だった。みんな酒が入っていたため、口々に同意する。私たち4人全員が集まるのは久しぶりだった。中学を卒業して初めての夏休み。おのおの進学したり就職したりと、新生活に振り回されつつも、連絡は欠かさなかった。どうやるんだ？ R が尋ねる。それに対して私は、いいサイトがあると、本格的なこっくりさんのやり方が載っているサイトを開いた。まず半紙を用意。半紙？習字紙、習字カバンの中に入ってる。私の指示に従って3人が用意を進める。文字を書く隅には、自分たちの唾液を混ぜて、備える酒を準備。お酒、酎ハイでいいかな？泡盛とかは？あ、それいいわ。本当はお酒は清めなくちゃいけないらしいが、それは無視した。なんか鳥居落ちで書くといいらしいよ。カルトマニアの K が言う。K はいわゆる見える人だ。J がちで鳥居を書いて準備は終わった。せっかくだから2時から始めよう。K の提案で15分ほど待つことになった。じゃあ行くよ。こっくりさんこっくりさん、おいでください。J の言葉をみんなで反復する。何も、起きねえな。5回ほど繰り返したが、何かが起こる様子はない。拍子抜けだ。10円玉から K が手を離し、J が面白くなさそうに手を離しながら言う。なんもなんないじゃん、しょぼ。文句を言った瞬間、パンと乾いた音が響いて、
10円玉が消えた。私たちは辺りを見回す。フローリングの床には何も落ちていない。今、落ちた音しなかったよな。うん。Rの問いにうなずく。張り詰めた空気の中、Kがぽつりと漏らした。この部屋にはいない方がいい。その声に弾き出されるように家を出た。電気も消さずに飛び出した私の部屋の窓には、誰もいないはずなのに、三人の人影が見えた。結局夜が明けるまで待って、部屋に戻ったんですが、こっくりさんの髪も消えてました。それから一週間くらい、ポルターガイストが続きましたが、Kのおじいさんにお祓いをしてもらって、なんとか収まりました。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。